大スター、とんでもないスター、身も心も大きくなって、うん、しか もうめちゃくちゃ金持ってんの。持ってないわお前。この家もすごかったもん、一歩だけ離れで離れじゃねえわ、ここ角部屋なだけだろ。あ、言うな、あんまり大きいな。まあ、もう自然豊かなところで、そう、まあ、もうほぼもうなんか別荘ログハウスみたいな。どこがだよ。めちゃくちゃそうだ、ログハウスはちっちゃい場所だわ。金持ってることはでもかなり確かで、ニュースにもなってて豪遊しまくってるらしくて、してないわ、そのちょっとぐらいかっぱらおうかなと思って。また YouTube だお前、それかっぱらおって。じゃあデカキンさんでーす。ハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イパパパパ、イエ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 イ、久しぶりのイエイパブや。言い方おパブじゃねえよお前。やめよって言ったじゃん、こういうボケは。昔のボケはやめよってあんなに伝えたじゃん。いやでもほんま、でも角部屋で角野さんすごいっすね。いや角野拓造じゃねえわお前。やめろってお前、それ前近藤春菜さんのボケをよくやってた時の。本当に大活躍やで。いやそっちの方だよ、めちゃめちゃ大活躍だし、顔変わってるもん、なんか。いや変わってないですよ、僕今31になったんです。あ、じゃあ一番脂乗ってるみたいな時期なんだ、はい、でもずっと脂乗ってますね。いや油分の話だろ俺の場合は。全部全力油分の話すんだろ。変わらんっすね。全部でもでかなったっすよ、今150キロになったんだ。うわやばいっすね、僕3人分っすよ、僕60なんで。いやお前一緒180キロだろお前。3人分だったら。もう定期的に会いたいわ。こんな楽しくさせてくれるんですよ。皆さんなんかちょっと暑いっすね、ここ。暑くて俺がいるからだろお前。ちょっとクーラーつけていいですか。クーラーはつけて、俺が言う言葉だろ普通クーラーつけていいですか。なんで俺を暖房器具と見てお前がクーラー欲しくなってる。サウナの漏流するとこです。漏流するなお前。俺にお湯かけて漏流するなお前。なんでパンツなんですか。いいだろ、暑いんだよ俺だって。ガラパン履いてる人も久しぶりに見たわ。ガラパンって言うんだダサいから。トランクスって言うやん。ね、うん、いいよいいよ。汗かいた、汗かいたし、暑いっすよやっぱ。まあ前から汗かきだったよね。そうそうそう、いつ出会いましたっけ僕ら。何のあれで呼ばれてか分かんないけど、はい、夜中一緒に坂を登ってるイメージがあるの、なんかメグイン TV の家へ向かう時なのか分かんないけど、二人で坂を登ってなんか語り合ってた、はい、僕今旅動画とか出してるんですけどあんまやっぱ伸びなくてみたいに言ってたし。めっちゃアドバイスもらったの覚えてます。アンビール片手に YouTube 談義をしてました。数年後に本をもらうことになるんじゃない、はい、俺はジョー君が書いた本を。マジですか。うん、メグウィンさんって劇団スカッシュさん全盛期、もう憧れの存在でデカキンさん仲良くて、うん、僕はそこにお邪魔させてもらって、うん、もう会ってないですかメグさんとか。いや会ってるよ、あのなんなら去年有馬記念の競馬当てた時に、うん、そうなんですよ、メグさんも連絡くれて、うん、やったなみたいな感じで、その時にほんま連絡したかったんですよ。してよ、なんでしてくんないの。会ってからちゃんとこうやって関係性を作ってからちょうだいって言わないと。関係性はあったらもともと。よく喋ってからしっかりもらわないと、ある程度の金額なんで。もらう気ないやったらその LINE して、うん、ちょっとくださいよ、ちょっと引けるじゃないですか、だから会いに来たんです。くださいよって言うからだろお前。おめでとうございますって終わりなんで大体の人は。900何万でしたっけ。974万。えぐいっすね。当たった時ってどんな感じなんですか。当たってすぐ思ったのが、はい、税金。引かれる額はだってその何パーセントでしょう。うん、やはり税金ってなるんですか。かけた金額がその時160全部で、はい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 、かけてて、で税金いろいろ計算してもらったら大体それを足すと500万ぐらいだった。そんな500万をヒカキンさんに、はい、そうですやっぱどんどん言って、うん、著作権料、著作権料ね、はい、だからちょっとあるよその100何万円は。おっしゃあ何がごめんデボちゃんごめん、まあ、ピクってしてたから。いやそう眠たがってんのよ、ね、ミニタンは、うん、ね、何よっしゃって。今回そのために来たんですよ僕は。え何がどこ行きます。いやいや行かないよマジでお前。だって僕らがこう話してた時に何年か前に、でデカキンさんがもうヒカキンさんにいつかお会いしたいんですみたいな話を、うん、なんか夢のように語ってて、うん、夢で夢だからね、夢のようにというか、はい、夢を語っててようにとかいらないだろ、夢を語ってたんで俺は。もうカットでなんとかうまいことして。カットでお前うまいこと。ようやく職員で大丈夫、介護みたいな喋り方やめろお前。僕の方でやっときますからじゃないんだよ。介護すんなお前、喋り、話しよう、介護喋りやめろお前。でそれでいつの間にか会うて会わせていただいて、僕動画見てめちゃくちゃ嬉しかったですもん。すげえかっこええな思って。さんま御殿出たりとか。そう、夢を叶える秘訣って何なんですか。そういう会いたい人に会える、ほとんどの人たちが夢を叶えたい思って会いたい人に会いたい思ってそうはいかないじゃないですか。なんでデカキンさんはそうなれたんかって自分でどう思うんですか。言葉に出して続けたことなのかなと思った。わあ、なんか急にかっこよく見えた今。
言葉に出して続けることっていうのがやっぱ一番ありがたい。ずっともうその夢にだけ向かってた。落ち込むとかないんですか、夢に対して。いや、山ほど落ち込んだ、山ほど。でもそこはやっぱ諦めなかったね、なんか続けた。見えてたんですか、その夢が。見えてないけど、追いたいなっていう気持ちの方が強かったかもしれない。楽しかったし。そうなんです。でもそれ一番大変したのジョー君じゃないの、言葉に出して挑戦するみたいな。まだまだこれからです。もう常にゼロです、僕はもう。いや、みんなそうだよ。みんな常にゼロだけど、でも誰よりも言ってるじゃん、はい、次これやる、次これやるって。これ心電図みたいな人生ですよ、この。最高じゃん、生きてるじゃん、ジェットコースター生きてんじゃん、心電図。嬉しいっすね、うん、なんか下手な占い師みたいな感じになる。下手いらないだろ下手なが余計なんだよ普通の占い師みたいですねでいいだろ。もう今 YouTube やってない人たちもめちゃくちゃ多いじゃないですか、うん、めっちゃ多いよ。だってそれが悲しくて一回コラボやめたの。ああ、そうなんですか。なんか友達が炎上していなくなっちゃうのが辛すぎて、はい、もうやめようと思って。あ、優しい。し、なんかコラボだけが伸びるチャンネルに実はなってて、その時に。ああ、なるほど。そう。だから、一回自分を見つめ直さなきゃいけないなっていうので、だから、ちょっと自分だけでも伸びるチャンネルにしていこうと思って今、こうやって。ああ、なるほど。見続けてる人ってなんかそういう考えの人多いですね。なんか今の状況の自分を客観的に見て、まあ、こうしていったらこうなるぞっていうふうに、なんか自分で判断して、だって僕も海外でしか伸びなくなってたんですよ。あ、そうなん。 YouTube ショートの時代が来て、はい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 、そのショート動画がバズったおかげで、はい、急激に登録者100万人までいけたりとか、そうショートが伸びて。ああ、なるほど。だから最近ショートなんですね、やっぱ。そう、こっからはどうしていくみたいなのあるんですか。こっからが YouTube 人生。いや、だからだって俺今月の末に初めて US 出るんですよ。はい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 。一回今まで全部思ってた夢が叶うの。やばっ。じゃあその後もう急いで作らないと燃え尽き症候群になる人もいますもんね。し、だからちょっとやっぱ夢を早くまた見つけないとなっていう。あ、なるほど。いろんなやっぱ夢思いつくの何個もあんの今実は。だけど、はい、全部やるにはまた新たな人の助けが必要だしとか、はい、だからちょっとしんどくも思っちゃうのよ。そういう時ってどうしてる？あ、ないです、ないです。ずっと走っていたいです。もう歩いたりとかちょっとオフデーとかを作ったりしますけど、うん、でもやっぱりなんかこう夢を追うことによって得たものが大きすぎて、うん、だって僕がこうやってデカキンさんと話してんのもやっぱりこう夢を追ったからこそですし、挑戦したからこその出会いなんで、うん、そこに対してのこうフィードバックの感動が大きすぎるんですよね、うん、だからそれをまた得たいなっていう思いがめっちゃ強いですね。だからなんかこう準備することに対してとかこう追い続けることに対してしんどいなみたいなのはないですね。どうしやってんの？俺今の仕事量でもう相当忙しいんだけど。僕あんまりスケジュール入れないようにしてます。あ、そうなんだ。はい、もうパンパンになるのが嫌なんですよ、うん、余白が欲しいし、ね、欲しい欲しい、余白欲しい。余白ないとなんかクリエイトできないですよね。走りながら次考えたいんですよ。心を止めてはーって休んで1ヶ月とかはいらないんですよ。走りながらちょっとゆっくりこう歩いて、うん、でオフデーみたいな作ってその時にも次考えたいんですよ。もうそれが常にこう連動してるみたいな状況なんですけど。でもいつか大阪にも来てください。行きたい。食べ歩きとかなんかいつか撮りたいですよ。来てくれる機会があったら、うん、行きたい行きたい行きたい。100万円とか使ってそれ使わない金使うなお前もう。デカキンさん仲良い YouTuber いるんですか？それさ、よく言われるんだけど、はい、みんな仲良いよ。ジョー君ともさ、ほんと7年ぐらいに会ったけど、はい、だから友達だと思ってるし、仲良い友達だと思ってるよ。優しいっすよね、デカキンさんって。包容力というか、包満力というか。包満力はお前ただデブって言っただけだ。肥満力みたいな。肥満力はただデブだろ、お前。いらないんですよ、肥満力。言えばいいことだろ。でも人好きっすよね。人ね、好きなんだよ。いろんな経験することによってさ、なんかだんだんとミニタン今甘えるタイミング。今ミニタンおいでよ。いしょ。じゃあ、じゃあ遊び場に行こうか。当たり前だけど人ってさ、はい、追い詰められた時にこう性格変わっちゃったりとか、はいはい、いろんなのがあるじゃん、はいはいはい、だからその時に許せる人を身近に置いとくのがいいなと思って。東京ったらいろんなこと経験しますよね。いや、するよ。僕東京時代もいろんな人に会いましたもん。で、東京でコミュ力高い人も多いじゃん。だから意外に信用すぐしちゃうんだけど。そうですよね。ビジネス力かつ営業力というか、コミュ力というか。そう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 。すごくいい人の顔をして近寄ってきて、しかも友達として仲良くするような感覚で、うん、あれでも俺なんと、なんかわからんけど持っていかれてるぞみたいな経験ありましたもん。人の見る目ってやっぱむずいよね。もうなんかこう、疑うんじゃなくて考えるって大事なんやなって。いい言葉だね。そう、疑うってこと。考えるね。めっちゃ甘えに来る。ベタ盛りなんだよ、僕。みーちゃん、こっち、打っても、ほんまに、デカキンさんの方行きますもんね。もう行ったよ。すぐ。かわいい。かわいいよね。
早いな、戻ってくる。うん、ミニタンすごい俺に懐くね。いつもそうですか。今日は特に甘えてくるな、ミニタン。すごい甘えてくるよ。怖いな、愛されてんねやろな。